select your character. さあ行きましょう。ワンピーガーがナックのバレット、ツーピーガーが芝犬のプラチナとなります。さあキャラは大会と変わりません。この2人あ、まあ俺シーズのバレットは使ってないんですけど、昔はバレット使ったことかなと分かるんですが、まあ、ナックのバレットはそもそも立ち回りの前提が違う気がするんですけどね。これはどういう意味、どういう意味かはちょっとまああれですね。わあ、この三 C キャンドリー一つは大会中はほとんどやらなかったんですが、ここは、B マミスはパナしていきました。まあ、これがあるからね、三 C 5はガード5は動きづらいんです。さあ空中ブームラン引っかかって、そこからコンボは入る。お、ちょっとなんか気づいたか、このキャラ残像ついてないか、全く意味がないんだ。このキャラいかに残像をつけるかが重要なわけですけどね。さあ 6C から攻めよう、攻めていきます。シェルテミラクルチャンス、さあバインして、あっとバーストやってしまった。これはアンラッキーだ。バレット、さあピチピチしてピチピチして、最後までジャンエが当たり続けた。まず先手を取ったのは芝県のプラチナです。さあただ5試合選手なんでまだまだこれからですね。まず幸先いいスタートを切ったのは芝県。さあ 3C フェイタルカウンターからなんか伸びないんですかね。 6D はしっかり巻き金返す。さあノーマル版の空中ハンマーも2段目はカリン効果あります。マジブーメラン、ミラクルジャンヌ、クラゲさあサークルの外から結構割ってくる。ロブリー位置入れかったんですが、ここはうまいことを画面端のコンボに持っていきます。いい判断、アンス危ない。プラチナちょっと特定のコンボが入らなかったりするキャラでもあるので、もしかするともしかするのか、ドビー道具無敵なのか。あーっとこれは飛び越えたら危ないことになる。あーっとちょっと中途半端ですね。ラッキャンしたもののといった感じでした。もう許しませんから読み合っていく。お互い投げは使って、ミラクルジャンヌ、爆発してくる。
これはいい爆弾だ。ドラマティックサミーを通して努力は大事だ。一方選手したのはプラチナ。空対空チャンシーカウンター。ここはうまく拾っていきます。ゲダン、さあ猫をパンパン当てて減りますね。チーマミスターはさっきは熱波だから受け身狩りに当たりましたけども、今回は当たらない。ダブルジャンヌクリントシューター。さあ 6D 当たって 2B 拾いからシュートキャプチャー。さあ同期上がり通りました。これはタッチくらいなんでタッチ力じゃ当たらない。さあ空だけから宝箱はボン行く。これはジャガパン主導だが、さあミサイルは華麗にスルーしていく。マユダン当たっているぞ。チエモレっぽい立ち火が出たが、一時でファイナルラウンド。さあファイナルラウンド先手を取っているな。プラチナ宝箱はいい仕事しますが、派手に追い込んだ。お尻、三振当たるがコンボにならない。なんと引っかかる。ここはハンスで位置入れ替わっていくが、スライドロックシーが当たっていない。集団でごまかして、さあ 2B が当たってバスト。ミラクルジャンヌクリントシュート。さあこれは空対空ジャンヌに当たってハンス時計 6C。 さあ2試合目はナックバレットが取り返して、さあ5試合目ですね。現在は 1-3。 クリントシューター おー航空フライパンカウンター。おお、これは半角ですね。フライパンフライパン、さあブメラン投げて、ボディ巻きかれごまかす。さあフリントシューターって声だけ聞こえましたけども、三振カウンターしているプラチナ。ミラクルジャンヌ、さあ寝っぱなし、もう補正がカツカツなんですぐ切れちゃうんですね。さあこれは倒しきれない、倒しきれないが押し切った。一方練習したのはプラチナ。さあこれは綺麗に OD で反撃を取っていきます。おー、さあ 2B2C からコンボ入れる。さあ下段普通に当たっています。
さあしっかりフルコンを妥協せず決めていって、多分1-1でファイナルラウンド、多分フルコン。グータイク、さあジャンシーをブーム振っておりますが、冷静に 6B テイクして、ここはギリギリ壁回しましたね。さあ、時計を切り、おーっとグラグラしております。ファースト打っていきましたね。さあ、ヌグエドキャプチャー、しかしこれヒート切れてましたね、気づかなかったか。さあバレットが体力的にはリードしているものの、状況的にはまだまだブラジルはいけそうな予感がする。さあ今のうまいぞ、ブーメランを空中直側からシャガパン、ミラクルジャンヌ。さあ途中空投げ、おーっ踏みつぶされてしまった。カッティングシアと空中ハンマーが爽快、そのままハンマーが突き抜けてきまして、さあセットカウント 1-4 です。さあ行きましょう。リーチをかけているのは芝県のプラチナ、このまま決まってしまうのか。8Bが当たって、ダメ600、減る減る。さあ 6B 対空だが、サークルが狭い、コンボになりません。あいち、空中ハンマー2段目、またもガークラして行きます。さあ割り込めませんよあそこは、2段目ガードからキャンセルヒットの読み合いまで一応付き合わなければいけません。一本選手したのはプラチナ。さあ5手にリーチ、5手じゃねえや、5先にリーチ、値段これ結構つらいですね、プラチナじゃねえや、パレット側。さあ入れ替わって即バーストです。さあブラチナここで決めに来たが、バットの外からジャンプ D が当たる。下段、これさっき見たから、リピートシーンが当たって、カッティングシーンは飛び越える、スクール投げ、あと今の A 間に合わなかったんです。さあこれ投げれば終わりなんですけど、
対応できない。投げて手を出してしまう。6ビートいく。ここは刺さった。1-1でファイナルラウンド。なんだ、もう終わり。レベル3アクション。クリーンとシューター動くです。大パワーです。ポイポイです。緊急回避です。ポイポイです。なあ、えっちょっとポイポイです。ぬるさあ、このお願い空中出しただけなんですけど、よく当たりますね。ここまで当たってやったら、まあ何も言いようがないですけど。さあ、猫で追い返していきます。ミサイルから手段は飛んだ。今弱いい判断でしたね。ジャンプガード下段から、これは 6D で補正を切った。さあ 6D 指導減ります。なんかあれだとゲージ 100% 使ったら7000円とか8000円ぐらい減るんですよね。 OD 比べると。さあ反撃入れられない。つなげー。さあ全部当たった。というわけで、決まりましたね。はい、ナックバレット対柴犬プラチナの声分からせバトルは1号で柴犬プラチナの勝利となりました。お疲れ様です。ナックこれどうします？ピックアップ、はい。